よし、さて、太陽の石、雨雲の杖をゲットしたんで、あとやることといえば、多分南をもうちょっと探索するしかなくなってきたよね。強いとこね。行きたくないけど。でもまあ、そろそろ強くなったから、下の方を探索するしかないよな。で、太陽と雨の合わさって虹の橋を架ける。おしゃれ。誰 をやりなさい。虹って歩けるんだな。この下のね、南のね。でも私ゴールドマンに勝てるからね、もギラ。なんだよギラって。ミラじゃないのかよ。ちょっと待って、やばい。薬草はないから、こういう意味で。まあでも骸骨も別にワンパンできるから大丈夫です。いけるいける、怖くないよ。課金装備やからね。街は何もなかったから、この下のなんかあるかな。まあ、狩猟の騎士は2発で倒せますね。強いなあ。でも120ゴールド、まあまあもらえるな。何これ、影の騎士。あ、強そう。あ、強いな。いや、強っ。いや、これさ、いや、ここでこれでさ、橋渡るってさ、怖くね？大丈夫かな？キラーリカント。強い。いや、強いな。いや、攻撃。よし。いや、強い。強いな。またここの奥何もなかったらただデスリューラしてしまうんだけど。これどっちなんだろう。うわあ、明治級絶対強い。勝てるか。ラリホー。寝た。あ、寝ちゃった。ホイミ。寝かせて、寝かせてホイミするとか、こいつ賢いな。いやー。2回攻撃するか。よし。なんだっけ、魔法、防御力上げる魔法が欲しいな。 強っ。キメラ強っ。合ってるけど、これどうやっていくの？後でホイミするか。いや、スターキメラってなんだよ。しかも強いし。ギャー。いや、ベホイミ？あ、ベホイミ撃てるの？強っ。やば。死なねー。いやー、無理だ。強っ。
これは。よし。まあ、レベルも上げたいから、いいのよ。死んでもね。橋渡ってよかったんかな。あんな強いの。まあでもまあそんなに渡り合えてないことはなかったから、レベル上げるカテラあっちを探索しよう。ここしかないな、ね、いやー痛い。当たれ。オッケー。強いな敵。いやーありかんと。やばい。あぶねー。なんでそんな常にギリギリの戦いをするの私。なんかないのかな、村とか。ここの南はもっと恐ろしい魔物がたくさんいますからってね、言われてたからね。分かってきてるけど、きついわよ。あ、なんかありますね。ここまで、そう、ここまで。無理では逃げれんのかな。ちょ、呪文でさ、ラリホ。オッケー。いや、ドラゴン、マジモブキャラみたいに出すなよ、ドラゴンを。本気ですか。なんか、あれだわ、ホイミもなかなか撃てなくなってきた。あ、あるわ。助かってない。ゴーレムはだから笛吹くのよ、笛をね。逃げろ。あ、戦う感じ？この寝てる間に。寝ないとやばい。寝て。完全に寝ないのかな。ダメだ。倒せないかな。無理だ。あー、最初寝た時に攻撃をしたらいいかな。よし。まあそろそろね、何回かここを往復していれば、そのうちレベルが上がってゴーレムと
勝てるようになるだろう。よし、ここまで来た。行くぜ。まず、服。で、逃げるんじゃなくて、攻撃。で、OK、攻撃。よ、冷ました。やばい。寝てくれ。運悪くない？オッケー。じゃあちょっと呪文でホイン。オッケー。で、攻撃。で、ドラゴンより強いのかな。オッケー。オッケー。やったー。あ、すごい、めっちゃもらった。やった、勝った。あー、よかった。トヘロス、これで毒ダメージ効かなくなったね。ここは一体何城なんだ。メルキドエ王そこそ。あ、城塞都市。きたー。この防具はどんな問題。あ、そんなに変わらないな。一緒だね。やったー、やっと入れたー。寝よっか。